お、超えたか。あ、超えた。棒高跳び A ピット日本大学の女子 100m 決勝が行われます。この種目の大会記録は11秒35、日本学生記録は11秒32です。見どころは 3レーンを走る本南大学の青山花江さん、2022年世界選手権女子 400m リレーの代表、また東京五輪の代表です。また7レーンを走る山梨学院大学の青野朱里さん、2021年日本委員会8位、また2022年学生個人3位の選手です。準決勝では11秒61で1位通過です。こちらの2人にご注目ください。追い風 0.4m でした。